はい。皆さん、こんにちは。こんばんはー。というわけで、今回なんですけども、先日ですね、18ヶ月連続、実質賃金がマイナスっていうデータが出まして、政府曰く物価高に賃金が追いついていない状況がまだ続いているっていう発表してるわけですよね。で、実際さ、新たな経済対策っていうのも、メインは所得減税4万円、プラス非課税世帯を中心に、現金給付10万円っていうね、 経済効果があるのかないのか、物価高対策として機能すんのかっていうような政策をまあ決めたわけですけど、本当にデータとしてどんどん貧しくなっていっているってこの状況なんですが、そんな中ですね、この日本をぶっ壊した元凶と言える人、竹中平蔵さんなんですが、またマジで舐め腐ってることを言ってるってわけでね、こちらの記事。竹中平蔵、日本人の生活はそんなに苦しくなってないのに騒ぎすぎ、もっと頑張れ。岸田現在は何の意味もないと断言、社会安定のために国民に施し、え、これ給付をというわけで、 お前のせいでまともに暮らせない人たちがどんだけ増えてんねんと。海外から見たら今日本って中間層いないですよねっていうことがね言われたりもしてるわけ。それこそこの人が非正規雇用を爆増させたことによって少子化がブーストかかったわけですよ。で非正規雇用の人なんてろくな生活もできんし、そもそも今物価高とプラス実質賃金が連続でマイナスっていう状況を考えたら日本人の生活は明らかに苦しいのに作り出した現況は騒ぎすぎだっていうわけで今回はこちらを見ていこうと思いますんでよろしくお願いいたします。 えー、民株プレミアム特集、規制やなくせ税金を下げろ。第5回は経済学者の竹中平蔵氏が岸田政権の期間限定減税政策は何の意味もないと切り捨てるということで、まあこれね民株の特集なんですけど、ちょいちょいね、この竹中さんに対してインタビューやってるんですよね。多分以前にもね、僕これ取り上げたことあるんですけど、これは個人の感想ですよ。竹中さんの言ってることって全てが間違ってる。なんか今でもさ、メディアなんかちょいちょい出たりするけど、よう出てこれんなって思うんですよね。 で、えー、また、日本は非常事態などと国民も政府も騒いでいるが、実際は非常事態のように振る舞いお金をばらまいているのが現状。日本人の生活はそれほど厳しくなっているわけではないと指摘すると。というわけなんですけども、もうこの時点でこの人は、今のデータも何も見てないし、あんたは中抜きビジネスで儲けまくってるから苦労はないんでしょうけど、そんなこと言ったら、なんで就職氷河期世代っていう人たちが誕生してて、今の若者の結婚しない理由の3分の1が、 所得が低いからやねんて。なんで結婚してる夫婦のさ、子供を作らない理由が、金銭的余裕がないからやねんて。実際お金をばらまいてるやんけっていうけども、国の状況と国民の生活状況を一緒にすんなよ。逆に言ったら、賃金加処分所得が全く上がってないのに、税収が過去最高。イコール国民の生活は苦しいってことやろうが。続けます。え、岸田政権の支持率が下がっています。10月30日に公表された ANN 世論調査で、岸田内閣支持率は過去最低の26.9%でした。 国民に低く評価されている中で岸田総理がこの度発表した総合経済対策はあまり良い,い内容であるとは思いません。ひどい中身だという批判も聞こえてきます。岸田首相は国民に対して過度に迎合していますと。というわけで、もうこの時点でやっぱり竹中さんとさ、国民の考え方って全然違ってわかるじゃないですか。岸田さんの総合経済対策が批判されている理由は国民に対して過度に迎合してないからですよ。 物価高対策って言ってんのに、物価を引き下げる最も効果のある消費税減税は何が何でもやらない。増税メガネっていうあだ名がついて、減税イメージをつけたかっただけなのかもしれんけど、結局やるのは所得減税だ。しかし、4万円をたった1回こっきりしかやらない。じゃあ物価高対策としては話にならん。税収を還元するっていうふうに岸田さんは言ってるんですけど、だとするならば、なぜか非課税世帯に10万円を給付するっていうね。 税金を払ってる人に対して還元するんじゃなくて、税金を支払ってない人に対して支援するってことやから、そこもなんかどっちつかずっていう感じ。だから国民がこの総合経済対策を言いないようじゃない、ひどい中身だって言ってる理由は、政策そのものが話にならんからですよ。でも竹中さんの理由はそうじゃない。今回の経済対策を評価しない理由は、国民に対して過度に迎合しているから。はみたいな。 日銀は10月4日、日本経済の需要と供給力の差を示す需要ギャップが23年4から6月期にマイナス0.07%だったとの推計を発表しました。これは13四半期連続のマイナスですが、マイナス幅は縮小しています。需給ギャップがほぼゼロな状況だと言えます。需要不足がないところで、岸田市長はあえて17兆円という大規模な需要をつけると発表していますが、これは何のためにやるんでしょうか 不足があればそこに対してお金を出すのが普通の政策です。マクロ経済的に見て財政拡大政策をやる必要はないでしょうと。というわけで、まあ、竹中さん曰く受給ギャップがほぼゼロやのに、そこに対して17兆円の需要をつける必要がどこにあるんだっていう話なんですが、これは個人的意見ですけども、そもそもこの出してるデータの供給力っていうのを僕は甘く見積もってると思ってるんですよね。例えばやけど、日本経済の供給力を100兆やとしましょう。でも、需要が80兆なんだとしたら、 20兆分の差があるわけ。じゃあそこに20兆の需要をつけてあげれば、経済は成長していくわけですよ。でもその供給力っていうのを85っていう風に見積もった場合どうなります需要は80なわけやから、その差額って5しかないわけですよ。で、そこに対して20兆の需要をつける必要はないわけですよ。だって供給力が足りひんねんから。だから日本の供給力っていうのを僕は低く見積もりすぎてると思ってるんですよ。事実、去年の補正予算は29兆ってつけたんですけど、それでその時の需給ギャップがほぼゼロになるぐらい差があったんですよね。 でもそこからどんどん埋まっていくっていうけども、需要がそんなに生まれていないってことを考えれば、供給力を低く見積もると、まあこういう風になるのかなみたいな感じ。ただ去年は29兆っていう大きな補正予算を組んだにもかかわらず、中身がゴミだったっていう話。結局需要は生まれずに、1年経ってこのざまですよ。で、確かに国民生活は苦しくなっています。実質賃金が下がっているからですが、ただそんなのは当たり前の話です。円安で今まで100円で買えていたものが200円払わないといけなくなったからです。 物の値段が上がれば我々の購買力が吸い取られるので、その分生活レベルが落ちてしまいます。そして同じことが今海外で起こっているのです。国民は困っているでしょう。しかしはっきり言って海外ほどではないのが現状です。 日本の物価上昇率は現在3%ほどですが、IMF が10月10日に発表した世界経済見通しでは、23年の海外の消費者物価上昇率は6.9%と予測していますと。というわけで、ね、まあ、これね、もうよく言う人いるんですよ。今って物価が高い、つまりインフレ状態やから、経済政策として現金給付とか減税やったらさ、より物価上がるやんけと。じゃあインフレ加速するだけやんけっていう人いるんですけど、そのインフレって、経済成長してから起きてるんですか 単純に仕入れコストが上がってるから物価が上がってるだけでしょ。まあ、これが俗に言うコストプッシュインフレってやつですよ。例えばここで書いてる、今まで100円で買えてたものが200円払わないといけなくなったっていうのは、50円で仕入れてたものがあったとしてそれを100円で売ってたって話。でも、仕入れが150円になったから200円になってるってさ、それだけの話ですよ。じゃあこれって確かに物価は上がってるんやけど、企業の利益は何一つ増えてないわけよ。どっちも利益は50円。 しかし、増えるものが1個だけあるんですね。それは何か。これにひっついてる消費税っていう税金。あいつは10%でかかってるから、例えば100円で買えてた場合は、110円払うわけですね。しかし、200円になると、220円払うんですよ。じゃあ、企業の利益は何一つ変わってないのに、税金だけは倍増してる。結果どうなりました税収は過去最高。内訳として一番多いのは消費税。利益が増えてるわけじゃないから、物価高に賃金が追いつかない。追いつくはずがない。実質賃金は18ヶ月連続マイナス。 データとしてはっきり出てるやんけってこと。で、さらにえ、こう言うと厳しく思われるかもしれませんが、はっきり言ってこれは、日本人が感受しなくてはいけないレベルの話です。もちろん生活困窮者に対する支援は必要ですが、生活が大変だと言っても、全体としては海外に比べれば、程度の低い話で、非常事態でも何でもないのに、非常事態のように振る舞いお金をばらまいているのが今の日本です。そもそも日本の経済実態はそんなに悪くありません。輸出関連企業では最高益を出す企業も出ています。 逆に世界では逆風が吹いている国も多く、正直日本にはささやかな追い風を受けているような状況と言えます。これに対してアメリカなどはもっと日本しっかりやってくれと思っているのです。というわけなんですけども、まあ輸出関連企業が最高益を叩き出す。そらそうでしょう。だって輸出戻し税で元年も。まあこれについては一本動画出そうかなとは思ってるんですが、輸出戻し税って、まあざっくり言ったら、今我々消費税こうやって払ってるんですけど、それが輸出企業だけは還付されるっていう制度があるんですよ。 もう意味わからんでしょ還付金っていうふうに言われてるんですが実情は輸出企業への補助金ですよでここでも竹中さんは日本経済の実態はそんなに悪くないとか言ってるけどさっきも言ったけど国の経済の状況と国民の生活状況を一緒にすんなよなんでかこの人がそういう考え方で日本社会をぶっ壊したからですよまあこれね知らない方もいらっしゃると思うんでもうざっくりお話しさせてもらいますけど竹中さんの理論は 日本経済が成長するには企業の生産性を上げるしかないって言ってるんですよ。まあ、これは未だに言ってますけど。じゃあそのためにはどうしたらいいか。そうだ、コストカットしていこう。っていうことで民間企業に対して正社員首切れって言ったわけです。で、首切った企業には金やるって言ったんですね。でも企業としてはお金くれると言ったものの人手不足になったら困るじゃないですか。じゃあどうしたらいいかって、派遣社員っていう形で非正規雇用を雇えばいいと。 で、この正社員と派遣労働の決定的な違いは何かって言ったら、人件費を経費で落とせるんですね。要は正社員とかになってくると、直接雇用っていう形になるんやけど、派遣社員は派遣会社から仕入れてるっていう形になるから、間接雇用でいいと。だから、どこでもさ、いろんなものを仕入れるじゃないですか。それの形で人を仕入れるっていう形になるわけ。じゃあ、その分人件費が浮くから、利益が上がるわけです。でもその派遣労働はどっから仕入れたらいいのっつったら、竹中さんが、いや、実はね、私、 派遣労働のパソナっていう会社やってるんですけど、そっから人材派遣なんぼでもしますわ。ってなったわけ。じゃあ企業としては、リストラしたら金もらえるわ。その分の穴埋めを派遣労働者にすれば利益は増えるわ。で、その人ではパソナから随時派遣されるわ。で、バンバン進んでったわけですよ。結果それが未だに継続していって、労働者の約4割は非正規雇用っていう形。ただこれはあくまで企業とパソナでのやり取り。で、もう一個やり取りがあった。それは、首を切られた正社員は、まあ要は無職になるわけです。 その無職の人たちに、こう声かけるわけですね。仕事を失ってさ、もう生活どうしたらいいかって分からんと思うから、とりあえず、うちパソナっていうさ、人材派遣の会社やってるから、そこに登録してくれたら、派遣労働っていう形になるけども、仕事ありますよと。そうやって人材を確保したわけです。すごいでしょうじゃあ、客観的に見ると、じゃあ今まで普通に直接雇用してたのに、そこにパソナっていう中間マージンを抜くだけの会社っていうのがやってきて、荒らしまくったっていう形になるわけです。しかし、ここにもう一つ懸念があった。それは何かって言ったら、 派遣労働は仕入れという形なんねんけど、その人にはその人の人生があるわけ。だから竹中さんの考え方みたいに、企業が利益をたくさん生み出せば、日本が経済成長するっていう考え方もあるのかもしれんけど、そこに対して一番やらねえたがんのは、そこで切られた人たちの救済なんですよ。でも、その救済をしなかった。じゃあなんて言ってたか、今回のタイトルでもあるけど、もっと頑張れ。こんな状況になったのは自己責任だ。なんですよ。 結果、この人をさ、未だに経済のブレーンとして入れてる自民党の政策としては、なんて言ってます自己責任論かなり蔓延してますよね。で、竹中平蔵党と言っても過言ではない、あの維新の会。なんて言ってます自己責任だ、労働生産性を上げるべきだってことです。 公共事業をバンバン切りまくって、全部民間にさせればいいやみたいな。そこでさ、切られた人に関しては、自分が悪いんだろうっていう自己責任言うじゃないですか。特に橋本徹さんなんかそうでしょ。でもおかしなことも言うわけですよ。労働生産性を上げることが国が成長するたった一つの理由だとか抜かすくせに、生産性ゼロのインボイス制度には賛成するんですよ。あれ生産性ゼロ、民間コストがかかるだけで、何の意味もないのに、労働生産性を上げるべきだ、無駄を省けって言ってる人たちが、導入賛成、ダブスタも大概にしてくださいってこと。 で、もう一つこの竹中平蔵さんがやらかしたことがある。それが、国の運営を会社の運営と全く同じように考えてるってこと。これは維新の会もそう。要は会社は売上がたくさん上げて経費を削減することによって利益をいっぱい確保するって話なんやけど、それを国でやったらどうなります国の売上ってなんすか税金ですよ。だから税金をいっぱい回収して政府支出を減らすことによって、国が成長するっていう形なんですよね。これをなんていうか、プライマリーバランスの黒字化っていうんですね。つまり、プライマリーバランスを持ってきたのはこの人なんですよ。 でそれを未だにやろうとしてるから国民総貧困化になってるじゃないですかで言ってることがタイトル通り日本人の生活はそんなに苦しくなってないのに騒ぎすぎ黙るタコお前がこの地獄作り出してさよう言えんなみたいなとまあもうとまあほんまざっくり言ったらそんな感じなんですけどもう聞いただけでさもうこいつ相当の悪でしょで続けます総合経済対策の中には期間限定の所得減税も含まれてましたまず減税って何かというと税金を払ってる人に対してもっと頑張ってくださいとお願いする制度です 所得を稼いで税金を払ってる人は資源をうまく使ってる人なのでそういう人たちにもっと頑張って動いてもらいましょうとところが今回の減税は国民が生活に困っているからという理由で実施されますでも本当に生活困ってる人はそもそも税金をそんなに払っていなかったり免除されたりしていますそうなると今回の減税政策は何の意味があるのでしょうかということでもう根本的な考え方が違うんですよでもここに関しては竹中さんだけが悪いわけじゃない なんでか、今回の減税は所得減税だからです。竹中さんが減税のする理由でおかしいなと思ってんのは、そもそも税金払ってない人や免除されてる人までも減税してるっていうところやから何の意味があんのってことやけど、これが消費税だった場合どうですか消費税は税に一律10%かかってるわけですよ。つまり、逆進請っていうね、所得の少ない人ほど負担割合が大きいっていう性質の税金なわけ。ってなると、国民生活が困ってるからという理由で実施して当たり前なんですよね。 でも今回政府が消費減税じゃなくて所得減税にするからこんな解釈になる人がいるわけ。だからどっちつかずなんですよね、今回の政策って。国民が生活に困ってんだったら減税は消費減税でええやん。で、そういった批判を受けた政府ですが、今度は低所得者たちには給付するというのです。それでしたら最初から全員に給付すればいいだけの話で減税など必要ありません。 給付することに政策的には意味があるのです。給付とは施しです。施しは社会の安定のためには必要なことです。今回の経済対策に関して言えば、マクロ経済的には必要のない政策です。経済的にはやる必要はないが、政治的にやる必要があるならやっぱり給付をすればいい。そうした方が実施コストもかかりません。と,というわけなんですけども、もうここも全然違う。総合経済対策は今回マクロ経済的には必要なんですよ。なんでか。物価が高いのはコストプッシュインフレだから。 実際実質賃金は18ヶ月連続マイナスなんでしょじゃあみんなのさ、給料全然上がってないのに物価だけが引き上がってるっていうね、スタグフレーションっていう状態なわけよ。じゃあその強制的な物価の引き上げである消費税っていうのをやめてあげれば、その差が縮まるわけじゃないですか。じゃあみんなの消費行動が喚起されて、明らかに経済成長するわけですよ。だからそもそもの前提と考え方が、政府にしろ竹中さんにしろ、国民の現状とは全く違うっていうこと。で、X でもこういうのがありまして、クビアさんっていう方なんですが、 大阪府知事の吉村さんと竹中平蔵が組んんだ結果、まあ、これは吉村さんが大阪市長時代のデータだと思うんですよね。まあ、この左の大阪市のその中の空なんですけど、ここに対して委託先業者、ほとんどがパソナなわけ。で、支出金額がこんな感じ。まあ、こんだけさ、その国の事業っていうのをさ、請け負ってて、そこから中抜きやりまくってりゃ、国民生活分かるわけないよねっていう話。というわけで、今回はこれで終わりたいと思います。まままたたたかったらチャンネル登録お願いいししすす以上ですありがとうございました